早い時間の方がよかった。いや、よう相談ってことあのこの3人で出るんですよ。大丈夫？ああ、ごめんなさい。北の国のダイヤモンドっていうのは、あの今歌ったあの24時間の深夜のボイスとあの堀江純さんがコラボした曲で、あの2004年に駒大苫小牧高校っていう曲が甲子園で初優勝した時に、ボイスのお兄さんの方が駒大苫小牧の卒業生だったということで、感動してそれを称える歌を作っちゃった。2004年なんで、その翌年も優勝して、でその3年目に例の有名なあの田中マー君とハンカチ王子の延長15回大決勝にあったんですけど、それのなんかマー君1年生の時の北の国のダイヤモンド、I'll see you.
ありがとうございました。この後、今日の大鳥居、大久保マスターです。